はい、ツイッターエゴサーチじゃんけん第2弾ということで何を好評としてんの前回えらい好評やったみたいでツイッターエゴサーチじゃんけんがえらい好評やったみたいで何をこっちだけの感触でやってんの、はい前回はですね、さらば青春の光のあれにね、どんだけ誹謗中傷が、送られてるかっていうのはありましたけども、次はじゃあ個人でいきましょうという、もうコンビ名じゃなくて、個人でやるの、個人でやりましょうという、はい、個人でどっちが強い誹謗中傷のツイートを見つけてこれるかっていう、はい、だからまあ小野東袋で検索しやすいですけど、森田はどうやる、そうですね、さらばスペース森田、森田でいい、はい、うん、東袋でも検索しにくいと思う、どうですか、その本当に辛辣なこと言ってるやつは東袋とかも言ってないと思う、あ、だからそこもちょっと考えながら、そうそうそう、あのなんか前髪なんか流してるやつ、どう検索すんねん、あの毛量多いやつ、あんまイメージないやろそんな、分からへんやろなとか、お前の名前すら覚えてないっていう、まあ、それはあるやろな、ことはあるやろな、これは何、相手のやつで検索する、自分のじゃないですか、自分、自分の、自分かー、そうなった場合、うん、勝ったら、うん、相方を擁護するリップを送る、あー確かにね、そういうことになるな、そんなこと言わんといてよみたいなね、いやそれもはずいな、負けた、だから、負けた方、うん、勝った方、負けた方やな、結局負けた方が、そのツイートに対して、ちょっとこうリップを、擁護のリップをなんで相方からこんなこと言わんといてよみたいな、いやーでもなー、なんやろな、どういうあれがいいんやろ、まあいっか、これでいきました、ブクロさん、もう選び放題やもんな、お前すごいよね、うん、出てこないもんそんな、うん、出ました、ブクロさん、まあこれでいきますわ、はい、今回はもうなんか俺はなんか俺から言っていいですか今回、うん、多分負けると思うんですけど、ワード4つ言ったんですよ、うん、さらばスペース森田スペース不快スペースクソ、それで出てくる、これがね網羅するやつある2015年7月26日、うん、さらば青春の光の森田ってやつ芸人やめた方がいい、マジで深い、クソおもんない、ちゃんと使ってる、ちゃんと全部使ってるんですよね、なんか例文みたいな、なんか1個だけ出てきた、1個だけですね、はい、深いもクソも、うん、例文みたいな文章やったからなんかおもろくて、うん、こんあやっぱちゃんと使えてんなっていう、自分で検索しててどういう気持ちだったんですか、うん、いやなんかこう笑ってもって、なんかこの4つ試しに入れてみようと思ったらポンって出てきたから、そういうもんやね、そうね、うん、だからその強さという意味では弱いかもね、そのいや、まあまあまあ、でも、うん、なかなかのこと言っとるやな、うんうんうん、その言われたくないやつを検索したら出てきたってわけだからね、うんうんうん、これは、2019年10月17日ね、うん、で僕は、うん、まあだからさっきお前が言ったその東袋で出てこないんじゃないかと、うん、その悪口言うやつ、あ、はいはい、だからまあこれはもうこんな自分で言うの嫌ですけど、うんうん、さらば、うん、スペース、うん、じゃない方こんなもんなんで自分ではなかったなんか切ないなそうや別にそんなじゃない方でもないよ別に俺が別にそんなそちょっとお前より出てるだけよ、いやまあまあそれで調べたら、うん、まあまあ出てきましたよね、うん、はい、2019年10月17日じゃない方っていう感覚な、うん、いきましょうか、うん、まあ多分これ乃木坂の多分番組見てるんでしょうね、うん、この MC さらば青春の光なのが嫌だ、うん、森田さんは全然嫌いじゃないけど、もう一人の方が本当嫌い、うん、芸能人で嫌いな人ほとんどいないけど、うん、この人だけは本当嫌いと、うん、でそれになんかまたその自分のあれして、うんうん、お笑いは何もせず女のことしか考えてないの気持ち悪いと、うんうん、じゃない方はどこ行った、だからそのじゃない方は、うん、森田さんは全然嫌いじゃない、ああそういうこと、であ
もう一人の方がの方で、すげえ、そういうフックがお前そんな文学的なやつやったんや。だからそのちゃんとじゃない方だけで出てきたらええのに、うん、そのこういうのも引っかかりよるからこんなんが出てきてまうんよね。あ、まあまあなかなか、うん、まあまあワードはね、まあそんなにそこまで、まあまあでも芸能人で嫌いって男もいないけど、これだけは本当嫌いって言ってますからね、うんうん、ちょっとでも、うん、弱め？弱いな、2人とも弱いか、弱いな、うん、確かにな、もっと調べる、うん、もう俺はまた1個だけ出てきたやつでいきます。これは強いよ、これはうーん、試しにさらばスペース森田スペースうんこで調べてみました。さらば森田さんはなんかすかん、なんかわからんけどすかん、うんこかな。うんこかな言われてる、なんかなんやろう、なんかこう趣があるよね、なんかお前うんこ扱いされてるよ、うんうんうん、お前趣があるよね、最後のうんこかなっていうのなんか、うん、なんか締めの一句やもんな、うん、なんかこの最後につくのがいいのかもしれない、これもいいですよ、さらば森田スペース、うんこ、もう一個その下に出てきたやつ、さらば青春の光の森田さん好きなんだよな、相方はうんこだけど俺のこと言うてる関係ない、やっぱこの東地方のうんこがいいんですかね、なんかお前自分の探せやいや俺今もう、 こうサービスタイムに入ってるからもう俺一個見つけてるから自分で、うん、これじゃあ真上でもいいですか、うん、これ多分2018年のキングオブコントの最中ですね、うん、誰かの、うん、やっぱりさらば面白いなというツイートに対するリプで、うん、ある方が送ってるツイート、うんうん、そんな甘い採点じゃダメですさらばなんて森田の顔が腐ってるし、うん、東袋は不倫してたし、うん、0点ですよ。何を、そんな俺のどっちの比重が高いの、俺の顔が腐ってんのと東袋の不倫どっちの比重が高くて0点それに対して、うん、さっきね、さらば面白いなと言った人は、うんうん、そうっすね0点っすね、何やじゃあ何やそれ、そんな意志の弱いやつやはい、あった袋さん、はい、ありました、はい、おう、2回戦始まってからもう30分経ちました、経ちましたからね、そんなにないかね、30分間誹謗中傷検索する、うん、そうよ、もういろんな世にあふれる罵詈雑言のワードを全部入れたで、ほんまに、まあまあまあ、じゃあいきますわ、はい、袋から、はい、袋からいく、はい、うん、これ2018年の検索ワードは、まあこれ、うん、東袋スペース、チンコでどういう気持ちでその紆余曲折した挙句最後スペースチンコで行くようになったんですね、はい、行くわけ出てきました、紆余曲折したなぁ、2018年の11月25日ですね、うん、さらば青春の光が売れない理由って、東袋高が、チンコ脳の不倫猿だからだよチンコ脳って何ですか、チンコ脳の不倫猿、すごいね、学術的に見たらお前しかおらんやつ、うん、チンコ脳の不倫猿、チンコ脳の不倫猿、だパンチラインよね、なかなかのチンコ脳の不倫猿ってお前マジで言われたらどうする、いやいや急に遠目からまあまあ振り返りはするよな、おチンコの、おいチンコの不倫ザルって、まあ俺しかおらんやろ、振り返りはするやん振り向いちゃうよ、まあまあ秀逸な、あまあね、ディスってきょるね、こいつも、じゃあ、いいっすか、したか、はい、僕はまた4連打で出てくるな、さらばスペース、森田スペース、面白くないスペース、嫌い、はい、シンプル4ワードでいきました、さらばなんとかの森田気持ち悪い、生理的に受け付けないし、うるせえ、面白くないし、なかなかこんな嫌いな顔いない、
肝がられてるアインシュタインの方が全然マシ。いや本当に、だったら見るなって話なんだけど、ロンハー見たいもん。カネチーかわいい。抱きたい。お前そんなやつに悪口言われてんの。後半はだいぶ、後半は俺のことなんて忘れるぐらい。そうやな。どんどんうせさせ。結果カネチーかわいい抱きたいわ。結局それやもん。4つで調べてそれが出てくる、はいはい、1人で会話してるもんな。そう、これだけがスパーンって、この4つで言ったらこれだけがスパーンって出たからね。そうやな、だってそれ、うん、もうアインシュタインさんもカネチーもエゴサーチしたらお前出てくる、出てくるな、これ森田めっちゃ言われてるやんって多分。辛辣やね、はい、じゃあ、まあ、まあまあこれは判定にいけるんじゃないですか。右手が良かったと思ったら袋、左手が良かったと思ったら森田。せーの、ドン。あー俺の満場一致。チンコザル、はい、何やったっけ、チンコ脳の、チンコ脳のフリンザルじゃん。チンコ脳のフリンザル。俺に言わせ、何で検索すんの。だから、うん、東袋スペースチンコや。チンコ。何なんその、ずーっと検索した結果、もう俺はもうこれしかないってなった。まあまあまあ、なもうあれ行こうかっていう。チンコみたいなやつとか言われてんねやろなとか。奥の手でもうあれしかないってなった。2018年やな、うん、うん、これになんて、なんやな、東ブクロだかがチンコのフルンザルだからだ、うん、おっしゃる通りっていう、擁護してんの。何を、何をお前そっち側につくで、おっしゃる通りで行かせてもらっていい。おっしゃる通りやない、すみません、擁護せえみたいな。なんやろな、うん、そのこれは引用でもいいよ、おっしゃる通り。いや違う違う、おっしゃる通りはあかんのよ。違いますよ、不倫脳のチンコザルです。違う違う違う、逆して意味ない、逆して意味ない、なんで、なんですか、不倫脳のお前、おかしい。違いますよ、え、不倫脳のチンコザルですよ。用語なってへんねんお前。何が用語なって、用語せえ言うてんの。めっちゃ真面目に答えてる。あなたよくそんなにひどいって。ほんまのお叱りの。僕たちは一体どういう人たちを笑わせていけばいいのか分からなくなる。こんなにひねくれた考えの人を感じでもいい。真面目に、真面目に制する。めっちゃ真面目に140文字使って、めっちゃ真面目でもいいし、人としてどうかと思いますみたいな、うん、そういうことを言う。チンコノっていう人がチンコノですって。まあ、のの子供の見解。不倫ザルっていう方が不倫ザルだ。あ、ええじゃん。それはええじゃん。まあ、こいつ何言ってんだ。わざわざ芸能人がリップしてきやがって。それでいい。不倫ザルっていう方が不倫ザルだでいい。どっちがいい。チンコノっていう方がチンコノ。まあ、チンコノの方やわな。チンコノで、まあな、チンコやな。確かにな。アホっていうやつが、アホっていう方がアホや。どっちが、ほうがのほうがええかな、チンコノっていうほうが。何で悩んでんの。チンコノや。で、いいですか、はい、チンコノっていうほうがチンコノやね、はい。帰ってくんの。2018年何のことってなるよな。そりゃ、あ、俺そんなこと言ったんや。まあ今もその熱はないやろからな、うん、はい、もう。じゃあ行きますよ、はい、はい、送ります。はい、送りました。言うとんな、これどうせスクショとかされてあげられんで、結局俺らから来たみたいな。ということですね、はい、俺の勝利ってことね、他の芸人さんたちもくれぐれもやらない方がいい。やらない、嫌な気持ちになる。はい。